はい、どうも、コウマです。シムズ4実況やっていきたいと思います。なんかさ、今、年末年始のホリデーセールやってて、ほら、見て 50% オフとかなっちゃってからさ、ちょっとね、買いました。これ、シーズンズ、変わる天気、巡る四季。春夏秋冬が、楽しめる。っていうのと、あとゲームパックのジャングルアドベンチャー、ジャングルを探検できるっていう。二つを入れてみました。まあ、他にも入れたい、すごい物欲はあるんだけど、あんまりいっぱい入れすぎると、ちょっと大変になっちゃうんで、一個ずつね、噛み締めるようにやっていきたいと思います。もう何これ？プレイする季節を選びましょう。おお、勝手に変わるんじゃないのこれ。どうしよう。まあ、今のシーズンに合わせて冬にするか。選ぶんだ、こうやって。よし、じゃあ、世紀末メシア君、プレイを再開しようか。お！あ、そうでした。あ、すごい、何？ちょっと待って。服装変わってる。ちょうどフェスティバル着てたのはいいんだけど、こんな服装じゃなかったよね。冬服になったね。なんか光ってる。何これ？カレンダーを表示だって。うわ、何これ？すげえ！ちょっと待って、すごいんだけど。土曜日ってあるけど、あ、なるほど。冬、春、夏、秋か。そういう風になってんだね。いきなりもう大晦日ですけども。若干数日、現実を先取りしちゃったね。大晦日6時から2時まで。デコレーション、パーティー三昧？抱負を立てる。午前0時のカウントダウン。おう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 。行事に参加するにはテレビで午前0時のカウントダウンを視聴してください。まあ、仕事もあるんですけどね、僕ね。そうなんで、仕事ある。あ、何これ？ちょっと待って。ああ、現在の天気、大雪、極寒。明日も雪だって。とりあえず、帰ろう。とりあえず、帰りましょう。おう、ホリデーもなんかちょっと大人っぽい服になってる。雪降ってるがなぁ。すげえ。雪だ。冬じゃん。面白い。とりあえず寝よう。そうだね。いや、なんでゴロ寝する？ちょっと、ちゃんと寝なよ。ちゃんと寝なよ。なんで居眠りしてるんだよ。ちゃんと寝よう、ちゃんと寝よう。うんうん。そうそうそう。寒そう。冬でもそこの衣装は変わらないんだね。あ、音楽、あ、大晦日です。うおー、すごいぞ。なんで、ちょっと待って。抱負を立てる。メシアはこの行事、とても乗り気です。野心家だから。自分のシムをクリックして、抱負を立てるを選んでください。だって。抱負立てるか。抱負を立てるやろうか。あ、すごい、なにこれ。あ、面白い。いろいろあるね。願望のマイルストーンを達成する。恋人を作る。昇進する。体を鍛える。もうから鍛えられてます。痩せる。これ以上痩せられません。だって。へー。太ることが逆にあるってことだね。そう、確かに太ってる人いたもんね。あの、ジムとかにもね。じゃあどうしようかな。やっぱメシアだからな。野心家だから、昇進だ。昇進しよう。さあ。お、抱負立てました。メシア仕事で昇進を果たすことを誓いました。何日か真面目に働いて勤務評価を上げましょう。オッケー。フィットネススキルレベル8なんだよね。結構これがきついと思うんだ。あとはデコレーション。屋根裏収納デコレーションボックスを使うことで家の外装片付けを設定配置することができます。あ、建築モードもなんかいろいろ変わった？屋根彫刻なんて増えたよ。屋根彫刻。おーい、なんだこれ。チムニー。これ看板広告だよね。なんかお客にお金もらえたりしないのこれ。チムニーいいよね。サンタさん来るやつでしょこれ。これいいじゃん。でもちょっとこの屋根やっぱりつけたいな、ここな。屋根つけよう、まず。半切り妻屋根。これを？あ、いける、いけるけどすげえ。これ。家よりでかいんだけど、ちょっと待って。
箱の中だけで家建てれるよね、これ。じゃあ、ここに煙突を200シムミリオンならまあいいでしょう。じゃあ、どこに作ればいいかな。あまりも屋根がでかすぎて。うー。かっこ悪いなぁ。屋根の模様も作ろう。この辺りかな。はい。あれ？色つかないけど。あれ？色つかないな。はい。俺つかないんだけど。どうしてだっけ？ちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず今はいいか。あ、これか。屋根裏収納デコレーションボックス。使い終わったお祭りの飾り付けを1年抜かしておくには、このボックスがぴったり。この中に入れれるんだ。デコレーション、違う、いや、ホリデーアイテム。飾り付け系だよね。なんかちょっとイメージ違うんだよな。これが装飾品。おぉ、これ。一緒に祝おうパーティーバーナー。これだな。これつけよう。窓につけようか。よし。あと、ラグ。オールシーズンウェルカム。いいじゃん。お、いいっすね。楽しいガーランド。テーブルに飾る。飾るのはいいけど、これ飾っちゃうと飯食えなくねえか。おー。邪魔だな。グローマンのクロスビー？これは雪だるま的な、あー、素敵。かわいい。この辺りに。おー、いいじゃん。いい。冬っぽい。で、あとはこの収納デコレーションボックスを、どっかこの端っこに置いとけば？じゃあちょっとこの端っこに置いとこう。よし！できた！オッケーです！お、デコレーションもチェック入ったね。あと、パーティー三昧、あ、いい。パーティー三昧、いい。ちょっとなんか、人呼ぼうか。いや、シーズンズいいな、楽しいな。ハウスパーティーで、ゲスト！ベラさん、スコットなんか名探偵ホームズみたいになってるけどもあと小泉元総理、ルイス、ダーン、あれ前田由美子ってあれじゃなかったっけ、あのアライグマの着ぐるみ着てた人じゃなかったっけ、エンターテイナー、あ、そっか、前田信也か。いや、いいよ、俺が弾き語りしてやるよ。バーテンダーいらない。サービス係は必要だな。出たブヒーだ。こいつなんか前、そっか。前はそもそもサービスできるような冷蔵庫とかないとこだったから、すごいこいつ伸び伸びと歌ったり、泳いだりしてたよね。今回チャンスをやろう。場所！オレンチ。おっしゃ。やるよ。お、パーティー仕様になった。寒がってる。あ、なんかそう、暖炉的なの欲しいな、暖炉的なの。暖炉。ある。高そうだけど、たっけーな、800とかする。あ、ごめんなさい、買えません。もう384しかない。くそ。いや、暖炉欲しかったなー。やった、レベルアップなった。おー、スパゲティとイチゴケーキレシピを覚えただって。あ、来た。寒いよ、お前。それ、君らなんて格好してめっちゃズカズカ入ってきたよ。そしてカエルを見るホリデー。いらっしゃい。お、ブヒーだ。早速作り始めた。いいじゃん。ブヒーだ、途中じゃないのこれ、大丈夫？あ、座ったこれ途中じゃないのこれ。ホワイトケーキ作んなよ。おし、楽器弾こうぜ。バイオリン、聞いてください。僕のバイオリン、だいぶ上手くなりましたよ。競争曲を弾くよ。そっち向いちゃう？もっとみんなの方を向いて、弾いてほしかったな。競争曲だけど誰も、小泉さん、ギター弾いてくんねえかな。あ、すごい、ラッパ吹いた。申し訳程度のラッパ入りました。あ、すげえ、なんかギーギーなるやつだ。ホリデー誘惑しよう。
恋愛。ロマンチックな贈り物をする。お、すごい。あ、自分が持っているものね。トマトかな。ロマンチックなトマト。ブードゥー人形でもいいけどね。100万光年ロマンチックから離れてるけど。じゃあ、イヤホンあげようかな。結構実用的でしょ。中古だけどね。俺使っちゃったけど。おお、ハート出た。嬉しい。おお、やった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 。あ、すごい。バラだ、バラ、バラもらった。いいじゃん。サマは素敵なメッセージともにメシアにプレゼントを送りました。よっと。いかん、ちょっと待って。このチェックマークはつけたいんだけどな。ダンスをするか。あ、ダンスしてるしてる。ちょっと俺もダンスするわ。ダンとダンスする。ダンダンス、ダンダンスでしょ。あれ、ちょっと待って、何してんの。ユミコとおしゃべりつ、いや違う、先にちょっと待って。すげえ、なんだあれ、そんなん家の中でやっていいの。ダンダンス、あー、ちょっといいや。じゃ、リバティリバティとダンスする。え、ちょっと待って、リバティとダンスしたいんだけど。あー、ちょっと待って、大晦日のじゃあ歌う歌おう。終わる、もう終わる、もう終わる、やばいやばい、2分で終わる、2分で終わるから。歌って、これつかないつかない。あ、終わりましたね。終わりましたね。あ、みんな帰っていくよ。ちょっと、ダメだったじゃん。もう、失敗かな。寝ちゃってるし。まるでスコットなどいないかのように。いや、じゃあちょっと夜に備えよう。あ、ホリデー来る。ちょっと待って。今から遊びに行ってもいいよ。おいで。俺、ちょっと寝てるけど。おいで。もうヘロヘロなんだよ、マジで。体力やばいから。恋愛。宿り着のキスにチャレンジする。宿り着ねえけどな。外見を褒める。さあ、ガツンと言ってやれ。外見褒めるんだ。なぜ棒立ち。なんで棒立ちなの。いやいや、ちょっとおかしいでしょ。ラッパを鳴らそう。パフあんま鳴ってないしね。あんま鳴ってないし、全然こっちも見やしないしね。お、オッケー、よかったよかったよかった。あ、やった。着いた、パーティーダンマ、よかった。あと夜11時からカウントダウンを、できればホリデーと一緒にしたいんだけどな。爆笑してるな。ちょっと恋愛ムードじゃないよね。誘惑する。何それ。ホリデーめっちゃうんうんって言ってたけど。え、これテレビついてるからかな。消すわ。あ、やっぱりテレビついてたからか。お、ついたついた、今ハートマーク出た。あ、眠くなってる。おお、寝そうなって、寒い。極限状態じゃん。お、座んなさい、だって。座んなよ。おお、すごい。そんなのあんの。どこ行った。まさかの、もしかして、ジョギング滑ってんじゃん。え、どこ行くの。どこ行った。誰かいる。あ、小泉じゃん、小泉。めっちゃ滑ってる。いやー、小泉さん呼ぼうと思ったけど、やっぱりちょっとホリデーと二人でね。あれ、どこ行った。寝てる。ん、あれ、どこ行った。取り調べ室でなんか食ってるよ。私がやりました。あ、23時じゃん。見よう。午前0時のカウントダウン見る。テレビ見なよ。あ、座ってみればいいのに。座ってみなよ。座る。ホリデー、どこ行った？ほらほら、もう49分、50分だよ。ちょっと待って。ホリデーは？ダメだ、いないぞ、ホリデー。ちょっと待って、寂しい。一人で俺カウントダウンするの？
53、54。あっ、なんで消した、なんで消した。ちょっと待って、行事を達成。あ、見たの今の、今の大丈夫なの。59。あー、なっちゃった。あれ、なんかわーみたいな、ないの。お、ない、全然ない。そしてホリデー帰ってこず。寝よう寝よう寝よう、うん、寝よう寝よう寝よう、いいよいいよ、もうあの全て忘れて眠ろう。さあ、仕事が今日はありますからね。あ、春になりました。すげえ。春だ。雪溶けるのかな、じゃあ。面白いね。じゃあ、ホリデーシーズン終わったから、ちょっと片付ける、このストレージに。どうすればいいんだろう。これ、こう。見るしかできねえな。お、なに？マッチョ記念日。マッチョ記念日？今日はマッチョジムの創立15周年記念日。お祝いにケーキを配っています。ですが、メッシャは厳しい減量に挑んでいる最中、ケーキの誘惑に勝てるのでしょうか？食べるわ。それはケーキの誘惑には勝てないね。お、評価ダウン、ショー！マジか！メッシャはケーキに飛びつくとゆっくりとしかし貪るように食べ始めました。一口一口を最後まで味わいながら、いずれこの報いは受けることになるでしょう。チームとして心から幸せを感じています。評価ダウンしちゃったよ。これどうやってしまうんだろう。春の飾り付けを探してみる。普段の飾り付けを選ぶ。探してみるってやるとどうなのこれ。お、なんかすげえ漁ってる。お、なんか、なんか、そんないっぱいなんか入ってんのそれ。なんこれ。何これ。春が、これが春なの？名前。あ、名前つけれるんだ。じゃあ、この子はキャベツ太郎ですね。キャベツ太郎だ。これは何？鶏的な？普段の飾り付けを選ぶ。何これ？普段の土台の飾り付け？うーわーお。なんか適当に一個選んでみていい？赤と緑の大粒ライト。ライト。土台につくのか？あ、いつもよりかベラ来てる。そういえば一個思い出したんですけど、急に。コメントで指摘をもらったんだけど、なんかさ、どれだ？建築モードなのかな？これか？区画情報パネル。なんかその区画の特質、そうそう、これ。これを設定できるんだよね。これをね、やっておきたい。これ、あれでしょ？ただでできるんでしょ？これ。ゆったり親密、魅力コメディ、いたずらスキルを思い存分練習できますとか、ここの家にいるだけで、なんかそういうメリットが出てくるんだよね。あ、ノームだ。夜が明ける頃には壊れたものが治っているという不思議な場所です。なんかトレーニング、あ、いいね。爽やかなトレーニングするのに持ってこいです。これいいね。これ1個目。お、いいね。素晴らしい響き。音楽スキル。いいじゃん。小銭の妖精？そこかしこで小銭が発見される。あ、ちょっとこれ一回やってみようかな。ちょっと今、金に困ってっからさ。よし、いいじゃん。これでトレーニングはかどる？もしかして。今年の抱負、昇進だからさ。フィットネススキルレベル8にしなきゃいけないんだよな。まだ5だからね。ちょっと申し訳ない。ベラには申し訳ないけども、ボクササイズするわ。あ、ベラ帰ってった。すまんね。お構いできず、申し訳ない。そして寝た。サマーだけど、デートに行かない？夜中3時ですけど。行くけど。スターゲイザーラウンジ。行くわ。あ、今トイレ中だったけど大丈夫だったかな。ちゃんと閉まってから行きなよ。やば。うわ、デートです。ははは、初めてのデートです。おー。とりあえずどっか行こうよ。飲み物注文しよう。グループ分。水。あ、まあさすがにちょっとね。じゃあ、タング&ジングを二人分。頼むよ。投げキッスをする。どうだい、投げキッス。おいい感じ？おお、いい感じじゃん。
誘惑する。あ、なんかマイナスになっちゃった。どうした？ああ、そうそう。あ、恥ずかしくなっちゃった。ああ、ちょっと待って。どうした？やつ、飲みな飲みな。飲みな飲みなって、トイレ、やばい、もしかして。あ、膀胱が、やばい。あ、なんか頼んだ。おかわり。あ、トイレ、トイレ、やばい。ちょっと俺もトイレ、俺もトイレ。二人ともトイレ。ちょっといまいちだね。という間にもう仕事だわ。メッシャは今手が離せないようで、それでも仕事に行きますか？ちょっと、切り替えた方がいいな、これな、一回。仕事行くわ。あ、寝ちゃった。あ、もしかして眠かったのかな、ホリデー。ごめんね、また誘って。てか、今度はこっちから誘うから。ね。申し訳ない。お、区画の特質、ついたね。あ、すごい、飾り付けされてる、やっぱり。さあ、ちょっとフィットネススキル、やんないと。7日間のうちに昇進しなきゃいけないからね。これでやっと6か。OK、6になった。他のチームに筋肉を見せびらかすことができるようになりました。いいね。いいね。いい足さばきだ。ナイスフットワーク。やっぱりレベル6ともなると違うね。おお、すげえ、蹴りが出た。すげえ、蹴った。いつまでに達成すればいいんだっけ？抱負。確か、誓ったのが土曜日だったよね。で、1週間だから、次の土曜日まで、1、2、3、4日？厳しくね？これ何これ？宝くじ。買えるんだ、宝くじを。電話で買える。あ、1枚限り。いいね、買いたい。見る。何これ？何見てんのこれ？あ、鶏のオブジェか。お、すげえ！かっけえ！あー、ちょっと手使って。あ、もうすぐレベル上がるな。手を使って。お、できましたー。あ、しかもレベル上がりましたー。料理中に有能なコックのムードレッドを獲得できるようになりました。だって。グルメ料理スキルアンロック。お、なんかいろいろ増えたな。嬉しい。よし、今日はこの辺りかな。次回は、ちょっと、今年の抱負を叶えなきゃいけないから、トレーニングして昇進目指しましょう。あとね、ジャングルアドベンチャー、やってないから、そのやっていきたいですね。これ、何これ。悪い後味。あまり美味しくなかった。そうですか。はい。ということで、良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方をお願いします。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。